ルフ5プレステージ披露店にやってきました。最新のクラブが置いてありますよ。千田クラブがこことこことこことこっちも全部シダクラブ。はい、ではここからパターフィッティングをやってもらいたいと思います。はい、鶴田さん、ゴルフ5の鶴田さんです。よろしくお願いします。どういうことをまずパターフィッティング。基本的には まずお悩みがどういうことかっていうところも一つあるんですけど、こういう機械を使いまして、自分のアークであったりとかスイングのリズムであったりとか、そういうのをデータ化した状態で、果たして自分が使っているパターがそれで合ってるかどうかっていうのをちょっとお調べするっていう。普段どうですか、右へこう出たりとか、例えばこうショートしがちとか。私はどちらかというと、パター好きなんですよ。じゃあそんなに悩みはそんなにはないって感じですね。悩みがなくて、一回悩みがあったんですけど、その悩みは、先に話していいですか、これ。前にグリップを太めの、ちょっと軽めと言いますか、こうメーカーさんが出してると思うんですけど、のグリップに変えたんですよ。自分の中でパターの感覚がなくなっちゃったんですよ。距離感合わない、方向合わない、どうしよう。結構それがですね、一時期そういうパターっていうのが流行ってきて、昔は太いパターでも、ゴムだったので重量がそれなりにあったんですけど、結構多分その軽量のタイプのグリップの太いやつを入れたために、多分手元側が軽くなりすぎてちょっとふわふわする感覚になってしまって、なんかこう引き方も分かんなくなったりとか、多分そういう感じになったんだと思うんですよね。そういう現象が起きてたんです、なので結構そういうのでゴム質で使われた方がいいかもしれないですね。そうなると戻したらその感覚はなくなりました。よかったですね。センターシャフトなんですね。センターシャフトです。シャープ7番の形のオデッセイですね。で、もう昔のホワイトホットですね。樹脂のタイプ測定してみますので。お願いします。はい。基本的にはただ同じストロークで同じ感覚でちょっと打つという形なので、ボール当たってもらっても構わないので。でもそうでもないですね。一応呼吸取れました。一応こちらがですね、斉田様のデータなんですけど、フェースのローテーションっていうところなんですけど、実際イメージってどうですか。まっすぐ引いてまっすぐ打ってる感覚はされてるんですか。あんまりそういう感覚、あんまりそういう感覚してないです。はい、そうなると基本的にローテーションってテイクバックをしてきて、戻ってきてフォローするなんですけど、やっぱり 5.2 度っていうですね、アークを使ってしまって、じゃあこの数値がどういうことかっていうと、ですのがフェースバランスって言って、真上を向くタイプになるんですけど、基本的にはまっすぐ引いてまっすぐ打つ方っていうのが3度以内とされている中で、5度以上ってなってくるとですね、 L 字マネットってこれぐらい開閉っていうか、アークっていうと中心角がつくもの、要は開閉をそれだけしてるっていうことになるので、本来開閉しないものを無理して開いてしまえば、当然今度は返ってこないのでフェースがオープンに当たってしまうんですね。なので実際は本当は右へ行ってもおかしくないんですけど、うまくカップには全部入ってたんで、その辺はやっぱり流れやってうまく合わせてるのかもしれないんですけど、でここシャフトリーンっていうところがどういうことかっていうと、体に対して0度っていうのが垂直だとすると、デロフトってちょっとハンドファスト気味に1度構えてますよっていう感じですね。それに対してインパクトの時に 1.6 度さらにちょっと傾いて入ってきてますよっていうことを指してるんですけど、パターのロフトが3度なので、基本的には打ち出し角度としては今 1.5 度ぐらい予想しているので、3度からだいたい 1.6 度引くと、ロフトと残りとしては 1.4 度ぐらいなので、1.5 度ぐらいっていう打ち出し角なので、実際じゃあこれがどうかっていうと、昔はよく 3,4 度って言ってアッパーでロフトをつけて打ってくるっていうのが理想だったんですけど、今逆に言うとですね、少しロフトを縦地気味に1度ぐらいでもいいぐらいでやった方が、実際は順回転にすぐなってですね、ラインに乗ると言われているので、そういう部分では決してハンドファーストで打ってて悪いわけではなくてですね、ただハンドファーストなんですけど、実際打つ時にはちょっとアッパー目に入ってるっていう状態になっているので、ただここの状態っていうのは決してそんなに悪い数値ではないと思いますね。ちなみに私のパターは私に合ってるんですか。基本的にさっき言った開閉の部分で考えると、オープンですしアークを使っているので、本来としてはあまり合ってないかもしれないというところですね。で、進めるとしたら、今パターじゃあちょっと何本かお持ちしますね。今近いものがですね、本来センターシャフトでありながらちょっとアークって言って、先ほどのご自身のやつだとですね、斉藤様だとこうやってフェースバランスってなってるやつを、センターの中でも少し傾きがそうですねあるもので、もしかしたらここのカップに向かってですね、ちょっと打ってってもらって、いや不思議な形、そ
そうですね、フェース面が少し 薄型なので、ただ今お持ちの結構シャープ7番も結構フェースは薄型なので、でも結構重量がありますね。そうですね、それが一応34なので、今お持ちのが33なので、そのまま長さを持ってしまうと少しやっぱヘッドは効いてる感覚は多分するとすると思いますね、アークがつくってことはそれだけ開閉して戻すこともあるので、まあ、右には出なくてちょっとやっぱり先より左へ少し出てますよね。左に行くのも良かったです。なので本来普段右に外してる場合だと、まあ、そういうパターンの方が本来戻しやすくなるので、逆に言うと右出なくなるっていうのは、まあ、入る可能性も高いので、ただ普段どうなんですか、左行く右行くっていうと、フックを読んで思ったより右出ちゃうっていうのはやりますね。引っ掛ける時とかはなんか自分の中でも最初からやっちゃったなっていう時があって、ミスショットしてると自分でうまく打ててない時ってことですね。うまく打ったのにあれなんかすごい急に右出しちゃったなみたいなのはあります、ね、もしかしたらそれがさっきの影響が少し出やすいというか多くなってしまいやすい、特に右へ向いて右へ打とうとするのでフックライン時に、その時にちょっとそういう風に出てるのかもしれないです。まあ、今のはですね、軟鉄の鍛造というのを削り出しているパターで、今度は303ステンレスってやつの、まあ、マレットのちょっと形、ワイド系の中でアークがつくタイプになりますね。これ、全然違いますよ。すごい形。いやー、すごい、はい、なんかもう、すごい出ていく。出てきますよ。なんか弾きますね。はい。あ、もうちょっとでね、全然なんか全然違う、自分のと。ただあと重さも多少重いんですよ。これピレッティって少しヘッドの重さをですね、重くすることによって、まあ、安定感っていうのを出してるので、まあ、確かに重い、はい、比べます。オデッセイに比べるとやっぱヘッド重量だけでも 15g ぐらい重いかもしれないですね。オデッセイが大体 350g ぐらいに対して365とか375ってヘッドを使ってくるので、ちょっと重い方がいいっていうのが結構設計として持ってるので、フィレッティ、はい、重めです。重めです。先ほど言ってた GSS 素材っていうのの、まあ、フィレッティですね。こちらですね。これが世界一本限定で、いろんなこう刻印を変えたりフェースのミーリングを変えたりしてる部分なんですけど、40万です。あ、全然こっちの方が好きです。好きですか。はい、高い方が好きみたいな。やっぱ感触がいいですか、ね。感触が全然怖くないです、ね。柔らかい中でのこう、うん、なんか弾き感とちゃんと出てると思うんですけど。これもなんかヘッド重量的にはそんなに重くないですね。はい、めっちゃ綺麗に転がる。はい、そうですね、タッチがソフトな感じでもちゃんと届いてるので、はい、カップのラインには乗ってきて入ってると思いますね。高いだけありますね。そうですね、これがまあ GSS 素材っていうやつですね。でそれと同じような素材の感触をさせているのが、はい、さっき言った DASS っていう素材なんですけど、まあ、これまあ L 字系に近いのでもうちょっとアークをつけたタイプになります。どうしたんですか、このネックは。これネックはですね、デザイン的なものです、ね、ドリルみたいドリルみたいになって、まあ、さっき言った世界限定で作るので同じようなそれフレットカプルスっていうモデルのタイプなんですけど、フレットカプルスモデルってもともとはこういう形のやつを、まあ、世界限定するためにちょっとネックをねじってですね、ちょっとデザイン的に変えたモデルになります。いやーすごい、昔のクラブみたい。そうなんですよ。もうフレットカプルス自体がまあシニアプロですしね、はい、そんなにあれです、そんななんかやっぱ大きいのが一番怖かったですね。あ、一番大きかったやつ、はい、ピレッティのやつですね、はい、どこ行っちゃうんだろうみたいな。伸びるね、めちゃくちゃ。これも40万円。そうなんです、これも40万円の世界一本限定で、やっぱりさっき言った柔らかさの中に伸びがある、弾き感があるっていうちょっと素材なんですけど、さっきのでもパターンの方が好きですか。好きですね。そうですよね。やっぱここの角度がすごくついてるのが、はい、前に出てるのが気になる感じですかね、はい。で最後にですね、はい、クロノスのですね、こちらですね、パターン、はい、ハワイアンって、これは、まあ、軟鉄鍛造でちょっとブレード厚くして、まあ、軟鉄って昔やっぱ柔らかくて一番流行ってたんですけど、うん、まあ、軟鉄ちょっと錆びやすかったりとかして、まあ、今は結構ステンレス系とかが流行りでステンレスになってるんですけど、やっぱり軟鉄の打感っていうのも結構良くてですね、まあ、一番最初打ったのがエポンなんですけど、まあ、エポンと軟鉄っていう意味では一緒、はい、
結構押したけど、あーなんか違うな。この辺がヘッド重量としては標準ぐらいの 350g ぐらいだと思いますね。はい、ちょっと今までよりかはちょっと軽めなパターン。軽いですよね。はい、急にふわついてる。自分のよりもやっぱ柔らかいですか、私の。実際は樹脂なので多分ホワイトホットの方が柔らかさは実際は出てるんですけど、実際金属の中でもさっき言った、まあ、軟鉄って結構柔らかさが出たりとかですね、さっきの GSS もそうなんですけど、まあ、金属の中での柔らかさから弾く感っていうのがあるので。もう虹色ですね。そうですね、素材。まあでもやっぱりこう今さっき言ったヘッドが重いのを打った後に軽いのを打つと安定感がないって分かると思うんですよ。もうなんかもう、はい、なので結構よろついてる。じゃあ私狙う方、まあ、あの今で、まあ、値段は別としてですけど、今この中で売った中ではピレッティの、まあ、ピン型の GSS っていうのが一応あった形になりますね。さっきツアーオンリーって言って、これソール面に本当はピレッティのこうライオンみたいなマークですね、ここない、あ、こういうマークがちょっと入るんですけど、うん、本当はライオンマークが入るんだけど、はい、基本ではツアーオンリーっていうのはツアーで使ってるモデルなので、結構アメリカのツアーって芝がねちこくて、ここのロゴがあるとそれだけでも引っかかってしまうということで、ロゴをなしにしてツアープロ仕様は何もないんですね。そういうことです、プロ仕様ってことですね。なので一応ツアーオンリーで、まあ、世界に一本にもしないようなミーリングとか、まあ、ロゴとかによって変えてるっていうところなんですけど、まあ、一応プレステージとしてはそういうものを、あの世界限定っていうのをよりちょっと多く他のゴルフ5でないものを取り揃えてやってるので、まああくまで今のはあの全部がこれではないんですけども、まあそういう選択して普段打てないパターとかも打てるっていうところがプレステージの醍醐味ではあるのかなっていう思いますので、はい、ありがとうございます。おかげさまでパターのことがすごく勉強になりました。はい、はい、でこれの予約もホームページから。そうですね、ホームページで一応5000円という形にはなるんですけども、うんうん、ご購入3ヶ月以内ご購入いただければプレステージのみなんですけども、ご返金ってさせていただいているので。なるほど、はい、じゃあ予約した時にもし購入されたら、それは返金されるという形になりますね、ご購入で。そうですね、はい、じゃあなのでぜひ、はい、パターフィッティングも来てみてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。おすすめは、まあ、このタイプでの例えばこういうこのタイプ L 字マレットとか、まあ、もしくはピン型で少しこう、まあ、アークがつくものっていうのはおすすめかもしれないですね。フックラインで右へ持って出なかったとしたら、それが一番本当はいいのかもしれないですね。それでまっすぐ打った時にちゃんとストロークも別に左引っかからず真ん中へ出てれば、本来それが一番いいパターンなのかもしれない。